大変長らくお待たせいたしました。皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。すごいお客さんの数、ね、朝から午前11時からゴジラフェス2017史上初のフェスということでやってまいりましたけれども、最後のステージこんなにたくさんのお客様に集まっていただきまして本当にありがとうございます。ここからは後ろにありますゴジラのイルミネーション点灯式、そして素敵なゲストをお迎えしまして居酒屋ゴジラなるものをですねここでやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。お願いいたします。さあそれでは早速素敵なゲストにご登場いただきましょう。シンゴジラで保守第一党成長副会長を演じました松尾悟さん、そして監督特技監督の樋口真嗣さん、シンゴジラ準監督特技監督の尾上克郎さんです。ゆずみちゃん皆さんよろしくお願いいたします。大丈夫ですか、大丈夫ですか、わちゃわちゃしてます、すみません、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。いやお三方すごいお客さんの数です。いや多分あれですよね、この後石原さとみちゃんが来るんじゃないかとかみんな思ってるんじゃないですか。そんなことそんなことないです、もおかしいですけども。来ないですよ、来ない、来ないですよ。かよこはまたそこないの。来るんですか。まさかまあまあまあ、その辺はふわっとさせてください。分かりました。本日はですねニコニコ生放送の動画配信もライブ配信もしておりますので、ぜひ皆さん手を振っていただけますか。あちらのカメラです。いやニコニコしましょう、ね、ニコニコしてください。一日もライブ配信してくださってるんですよ、ニコニコ生放送さん。ご苦労様です、はい、よろしくお願いします。はい、ということでご挨拶を改めましてお願いいたします。お一言ずつお願いいたします。それでは、じゃ尾上さんからお願いいたします。はい、シンゴジラで、準監督っていう変な、役職をやりました尾上と言います。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、松尾さん、シンゴジラで泉ちゃんという変な政治家を演じました松尾悟です。泉ちゃん、泉ちゃんから来ております。それでは樋口監督お願いします。ちっちゃいでしょ。入ってない、マイク入ってますね、聞こえますか。樋口です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。音楽うるさいんだけど、なんかね結構この BGM あれですよね、これに負けないぐらい大きな声を出す。あ、そのぐらいだね。そうですね。あ、映像が流れております。あ、そろそろ、あのですね、はい、今お三方に来ていただきましたのは、はい、この後ろのですねゴジラ像がございます。こちらに点灯式をしていただきたいんです。はい、はい、せっかくですのでなんかこう掛け声で点灯したいなと思うんですけど、はい、掛け声、掛け声、点灯式ですか。はい、もうお三方の掛け声でこれゴジラが点灯します。打ち合わせしたことありましたっけ。ない。さあそれでは点灯式の準備のために照明が落ちます、はい、5秒前4321点灯。ありがとうございます。ふーちゃん、ちょっとダチョウクラブさんみたいな。新たなトリオが生まれますか。じゃあ、ありがとうございます。これを皆さんの前でやるっていうね。マキタもね。マキタメインとかやる。電気ドリル。あ、しかも結構大掛かり。こっから椅子、テーブル運びます。なんか手伝うことあります。大丈夫ですか。ねえ、大丈夫ですか。ありがとうございます。すみません。女性にそんな。優しい、優しい。なるほど。一つ疑問があるんですけど、こんなおっさん3人が飲んでるの見て楽しいんですか。どうですか、お客様。楽しいです。ありがとうございます。楽しい。いや、さすが歌舞伎町ですね。このために皆さん待っていただいてますからね。ありがとうございます。はい。あ、すごい、ニコニコ生放送。今これ、
流れてます。これ雨降ったらどうするつもりだったんですかね。これ屋根ないですからね。もうそれは降らないです、降らないです。あんた降らせるやろ。ゴジラの熱量でみたいなことを誰か言いますよ、きっと。誰もおっしゃらない。はい、ということで、デッキでムンムンゴジラ居酒屋開店。乾杯。ありがとうございます。いやいやいや、さすがですね。いただきます。すいません、いただきます。おーい、出た出た。何が出てるんですか。ゴジラ出た。ゴジラが出てる。おー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 、すげえ。おーおーおー、なんか目の前のテレビ邪魔。おーおー、どうですか、3人では飲まれることとかっていうのはあるんですか。ないね。ない、うん、本当ですか。今ね、仲いいふりしてるだけなんで。いやいやいや、まあ、2人で飲んだり飲むことはあるんですけど、2人で飲んで、はい、誰かの陰口を言う。そう、もう一人の陰口を言う。もう一人の両方にいて、必ず両方の悪口を言うのだ、これ。まあ、全てはじゃあ松尾さん。そうです、そうです。僕は大盛り野郎。まあ、泉ちゃんっぽいですよね。結構お酒は飲まれますか。お酒、そうですね。好きですか、はい、好きですか、はい、尾上さんは何が一番お好きですか。何でも。何でも、はい。最近ちょっとビール飲みすぎていけない体になっちゃったんで。そうなんですか。今ビール召し上げて。あんまり行き過ぎてよくないですね。じゃあ一杯ぐらいでして、はい、その後は。その後は焼酎ですね。焼酎を、今日は焼酎もございますので、はい、ぜひたくさん本当に飲んでいただければと思います、はい、そんな酔わせてどうするんですか俺たちは。いや、ちょっとまあシンゴジラも公開から1年以上経って、はいはい、まあ、今だから言える話とかあるのかなと思いまして、うん、聞きたいななんて皆さんね、お集まりいただいたんですよね。うまそうなのか。あ、いいですね。ありがとうございます。横手焼きそば。横手焼きそば来ました。大河内師匠も食べた。そう、食べたかも。秋田の横手焼きそば。大河内さんって秋田の、え、秋田出身っていうね、大のあれ、はい、秋田出身の大吉さん。何でしたっけ、ほんで。今だから言える話。話とか、なんか。まだ言えない話いっぱいありますけどね。そうなんですか。今だからじゃなくて、まだ言えない。まだ言えない。え、じゃあいつになったら言える、聞けるんですか。もうちょっと酔ったら。25年ぐらいしてからです。25年。もうほんまケネディの暗殺のあれぐらいの大きな話ですから。もう自分だけが。何があったんですか。25年経たないと言えないですよ、やっぱり。何があったんでしょう。25年経ってもまだ分かんないですよね、はい、どうなるか分からない、これ結構お客さんはもう早く聞きたいなって。なんかこう状態がもう熱い本があったじゃないですか。あ、高い本ね。高い本、あの重しみたいな本があった、ね、マックの本。台本よりもっと熱い、最後に出たほら、なんか あ、はいはいはい、あれ読めば大体わかる。あれね。あれ読めば、あれには全てが書いてある感じですか。いや、あれ全て書いてるんですか。ない書いてないですよね、うん、もう絶対言えないこと3つぐらい知ってるんですよ、僕はね。ピムさんもっと知ってると思うんですけど、はい、うん、それは今日、いくら飲んでも聞けないですか。ちょっと人が多すぎますね。こんないるとは思わなかった、もうあの最後もほんまにこの辺に6人ぐらいになったら言うかもしれないあとニコニコ動画とかね、確かに流されちゃったんですからね。あのカメラの向こう何いるか分かんないからね。そうですね。こんなこと言ったらみんな帰りますよ。そうか、皆さん気になる、聞きたいってニコニコ動画見てくださってる方も、人が多すぎる。人多すぎですよ。あれね、分かるよ、分かる、ほんとほんと、想定外だぞ。ああ、そうそうそう、イエーイ。皆さん笑ってくださってますね、はい、4万人以上います。4万人以上いる、日本の人口のもう何分の1かですよね。ごめんなさい、ちょっと考えて言えよ。ごめんなさい、ちょっとちゃんとしよう、ちゃんとやろう。今年初めて滑りました、はい、今なんでじゃ、はいはい、なんですか、お茶さん、いいですよ、もう僕らに気にせず言ってくれていいんですよ。いいんですか、いいんですか、はい、じゃあですね、ですね、まずはですね、え、ボックス入れます、まだ入れない。あ、その前に、じゃあ
僕の前にまずはこのゴジラフェスへのオファーが来て、はい、皆さんいかが思われたかといったところ聞いていいですか。え、いや、まあ人前で酒飲むってなかなかねっていうかそんなことないんで、こんな、しかも生放送ですよね、はい、まあ経験としてはいいかなと思って来ましたけど、ただちょっと事の重大さにやや今戸惑っておるところですね。いや、私はさっきからちょっとお客さんの目がなかなか見られない。全然僕前見てない。ちょっと下向いてちょっと締めがちになっちゃう。申し訳ないと思って、はい、ぜひ皆さんもあのみんな何かあるかなと思ってません、はい、なんか確かになんか、ね、そうですよね、何かあるかなと思ってるかもしれませんが、はい、何もないですからね、もう。そうなんですか、樋口さん。いやいや、あるでしょ、うん、あるでしょ。なんか、いや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 、いや、まだ言えないですけど、小野上さん、いかがですか。何ですか。あ、あのこちらフェス、はい。いやまさかね、はい、もう1年以上経ってるし、もっとこうたくさんこうゴジラかかった方いらっしゃるから、そういう人出てくるかなと思ったんですけど、まあね、僕が来てもあんまり2人じゃなんだから3人目みたいな感じでしょうね。まあでも、まあなんかただでお酒飲めるって来たらこんなことになってると思いませんでしたね。ただ酒に釣られたんですか。もちろんです、もちろんです。お酒がない。あ、お酒がない。まあ、すいません、ゴジラエールの、はい、ゴジラエールの生、生、はい、その新ゴジラの、はい、まあ、大ヒットとなったわけですけれども、はい、興行収入 82.5 億円。はい、ああ、ね、もうちょっと欲しいな、ね、欲しいですよね。なんかボーナスとかあったんですか。ないです。ないです。ないです。あると思う。みんなあると思ってるんですよね。え、監督はあるでしょう。ない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 。ないでしょ。は全然ないでしょ。日比谷のビルに入っても誰も本当にありがとうございましたって一言もないですよ。それは。本当ですよ。東方さんが多分首を振ってらっしゃいます。だみんなみんな心で感謝してますよ。心では何も見えない形が欲しいと。そうです。まあそうですね。身の回りでじゃあこう何かこう変わられたこととかない感じですか。え、僕？はい。そうですね。まあ、あの公開時に、はい、あの発声可能上映みたいな応援上映っていうのをやって、はいはいはい、でその舞台挨拶で出たんですけど、はい、その時にあの人生で初めて、人生でっていうか、まあ、それは初めてなんですけど、はい、すごいたくさんの、しかもあの女性限定発声可能上映だったんで、女性限定もね、あったんですよね。女性の黄色い声援をすごい浴びたんですよ。いや、もうほんまちょっとすごい、ほんまに夢でも起こらないようなことなんですよ。夢でも起こらない。夢でもそう、うん、で、まあちょっと、まあ調子には乗らないですよ。乗りはしないんですけど、はい、その後にあの違う映画の舞台挨拶出たんですよ、はい、ほんで、まあ、 あの結構女性のお客さんいっぱいいらっしゃってて、はい、で、まあ松尾悟さんですって言われて出てきたんですよ、はい、そしたら、まあそんなキャーはちょっと2人ぐらい言ってたかなぐらいで、はい、で、まあ、出て、はい、まあまあ、あれ、まあ、うん、そうやなと思って、はい、まあ、僕の後に竹内涼真さんですって言った瞬間にもう、はい、うわーってなって現実を知りましたね。はい、だから何も変わってないです。あ、何も変わって、はい、あ、そうか、それはシンゴジラの後ですもんね。そうですね、ちょっと調子乗りたかったんですけどやっぱり乗れなかったです。はい、そうですかね。先ほどもだって泉ちゃんって黄色い声援、いや黄色くなかったですよ。黄色くなかったですね。黄色も大丈夫。めっちゃ太いです、太いですよ。ほら、いいな、後ろから安心感がある、安心感が。やっぱいいですね、そのちょっと茶色い声援ね。茶色い声援ね、温かいですよね。焦げ茶色の樋口監督はいかがですか。なんかこうシンゴジラ公開後、なんかこう身の回りで変わられたこと、あ、いや、こういうのに出されることですよね。いや、樋口さん一個あるでしょ、蒲田に行くことが増えた。いや、もともとか、あ、そうでしたっけ。だって、はい、あれですか、俺が誘致したんですよね。あ、そうなんですか。完全にあれキックバック早く待ってるんですか、大田区から。そうなんですか。いや、でもこの間蒲田、はい、蒲田さんにじゃない、樋口さんに、はい、蒲田さん。はい、なんでしょう。いや、まあ、蒲田さんでいいや。あの、蒲田さんに、はい、蒲田に連れてってもらったんですよ。蒲田のポテンシャルがすごくて、はい、そうなんですか。蒲田めちゃくちゃいいですよ。いや、すごいですよ。新宿でこういう話すると新宿区長から怒られるんで。あ、そうですね。確かにここ新宿でした、はい、もう西の天満か東の蒲田っていうぐらいの。もともとゴジラ入る前から蒲田会っていうのを結成してて、はい、で蒲田に行って飲むっていう、
だけなんですよ。東京ボーダーレス TV。